キム・イルソン主席が昨日8日午前2時に死亡したと伝えました。偉大な総領キム・イルソン同志께서1994年7월8日2時へ극병으로서거하셨다는것을가장비통한심령으로온나라전체인민들에게알린다。また平壌放送は、キム主席はおととい心筋梗塞で倒れた、死因は心臓病で、おとといに治療を受け血管に問題があったという内容を伝えています。また平壌放送は、息子のキム・ジョンイル書記が葬儀についての委員長になると伝えました。さらに今日の平壌放送は、キム・イルソン主席の遺体はクンスサン議事堂に安置され、今月17日までを追悼の期間として一切の娯楽や歌舞を行わないとしています。そしてこの間、今月11日から16日まで弔問客を受け付け、17日に平壌で追悼の大会を行うとしています。また葬儀委員長のキム・ジョンイル書記は、外国からの葬儀への参列は辞退すると発表しました。